首位ソフトバンクを迎えての3連戦。バファローズにとってはもう負けられない大事な3連戦の初戦。バファローズ2回の裏、有原のフォアボールで今日初めてランナーを出します。そしてこの後中島監督勝負手に出ました。紅林のバスター、ただこれがダブルプレー。流れがちょっと変わった瞬間でしたね。なんかちょっと嫌な感じだなって感じしましたよね。はい、ゲームは3回の表です。ワンアウトランナーなしから曽谷、このアンラッキーな当たり、広瀬の言葉を借りればラッキーな当たりになりますが、これでツーベースで初めてのランナーを許します。そしてその後続く佐藤にうまく拾われまして先制を許しました。これで1対0。改めてこの一連の攻撃見ていかがですか。いや本当にね、苦しい感じではなかったんで、すごい一気にこう2人で終わって1点取っちゃったなって感じですよね。はい、ゲームは6回の表です。先頭の周東にヒットを許しまして、さあここから上位打線どう勝負していくかという中で、2番今宮送りバント、そしてこの後まさかのプレー、送球がそれてカバーの森も取れず、周東だけではなく今宮も帰ってきました。改めてご覧になっていかがでしょう。本当に残念なプレーでしたね。もうそれしか言いようがないんですよね。ここまで見事なピッチングが続いていただけにという曽谷、これで3対0とゲーム3点差に開きます。加えて有原、ここまでノーヒットピッチング、非常に重苦しい雰囲気が漂う中、6回の裏フォアボールで頓宮が出るんですが、若月見逃し三振。そして今日ヒーローのセカンド広瀬のプレーご覧いただきましょう。茶の内野安打かなと思ったんですが、これでノーヒットノーラン継続という有原のピッチングになりました。7回の裏です。その重苦しい雰囲気を破ったのは3番に定着している若武者太田亮、ライト前ヒット、チーム初ヒットでノーヒットノーランを破ります。そして山崎さん、この後の流れが良かったですね。いや本当にね、いいつながりでしたよね。ワンアウト一塁から西川へのツーベースで二三塁、まずは3番4番の連打、そして紅林がレフトへのタイムリー、これで3連打、1点返して3対1。さらにこの後森もタイムリーでつながりまして3対2。いやーノーヒットノーラン続けていた有原からこの回4連打でした。いや本当にセットポジションになった時点でちょっとどうなのかなって思ったとこからの4連打でしたからね。はい、そこで素晴らしい攻撃でしたよね。あと1本出れば同点というところだったんですが、頓宮は空振りの三振、3対2、1点差のままゲームは8回表に突入していきます。そしてこの回からマウンドに上がりました3人目の本田がピンチを背負います。ワンアウトランナー1塁2塁とピンチを背負って、まさきのこの当たり、グローブ出していなければどうかというダブルプレーかというような当たりでしたが、改めていかがでしょうか。まあでもね、取ってればダブルプレー取れたかもしれないですけどね、何とも言えない、はい、もったいないプレーでしたけどね。まさにこうどちらに転んでもおかしくないようなプレーが飛び出した後、一気に流れがソフトバンクに傾きました。この後甲斐のタイムリー、広瀬のタイムリーツーベースで、一気に7対2とゲームが5点差に広がります。ここで本田を諦めて鈴木にスイッチした中島監督、ゲームは9回の裏、ツーアウトランナー1塁2塁でラストバッター宗、空振り三振。ホークスを迎えての3連戦初戦は惜しい形での対戦ということになりました。7対2ホークスが初戦を取っています。インタビューです。今日のヒーローは4打数3安打1打点の猛打賞、ルーキーの広瀬優斗選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。プロ初の猛打賞となりました。率直にいかがですか。そうです、その1打席目にちょっとラッキーなヒットがあって、まあ、そこから流れに乗って3安打打ってたので、はい、今日はいい日になりました。流れに乗ってということですが、この3本のヒットの中で一番印象深いヒットはどの人でしょうか。やっぱり最後の打席のヒットですね。はい、よければ理由を教えてください。やっぱりあの打点を上げたかったんで、打点を上げられたんでよかったです。はい、3連続タイムリーとなりましたが、やはり続きたいという気持ちがありましたか。そうですね、まあ、でも勝手にすごいいい流れが来てたんで、自分は思い切っていくだけでした。はい、
さあそんな廣瀬選手の活躍が有原投手にとって大きな援護になったと思うんですが、有原投手のピッチング、セカンドからどう見ていましたか？もうすごいコントロール良くて、打たれる気がしなかったです。伝わるといいですね。さてプロ初昇格からおよそ1ヶ月、日々猛アピールが続いていますが、毎試合どんな思いで挑んでいますでしょうか？僕は実績も何もないんで、毎日がむしゃらに結果を残していくっていうことだけ考えてます。さあそれでは最後に、首位を独走するホークス、明日以降の戦いに向けファンの皆さんにメッセージをお願いします。前半戦すごくいい形できているので、このまま中盤戦しっかり勝っていって、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今日のヒーローはルーキー廣瀬隆太選手でした。ありがとうございました。放送席どうぞ。という、プロ初の猛打賞となりました廣瀬選手のヒーローインタビューをお届けしました。今年ルーキーでこのソフトバンクに入ってきて、セカンド守れてファースト守れてという、もともとこのソフトバンクの内野の、ね、守備とか選手って熱いんですが、今そこをぶち破ろうとしている選手ですね。そうですね。だから本当にこういろんな選手出てくるって思いますよね。はい、それもいろんなタイプの選手が出てくる感じはしますよね。そうですね。なんか振って大きいの打つバッターばっかりじゃなくてっていうですよね。はい、三森選手のように足の速いプレイヤーもいれば、牧原選手、ユーティリティであり勝負強いプレイヤーもいて、2人とも今負傷していますが、そしてこの若くて今日の守備も見事でしたね。そうですよね。本当にこう動きも良かったですよね。はい。